があれば。はあ、食いしばれ。おとといおいでっての。ああ、みんな無事だ。おかげで再会できたよ。あんたは家族の恩人だが、まだ名前を聞いていないんだ。そういえばそうだっけ。私はあのゼアのソフィー。ロール主義者に立ち向かう自由主義者です。多分ね。多分？それがその肝心の記憶が曖昧で。全部大濁流のせいだ。仕方ない。ねえ、ソフィーさん。あのゼアといえば、こんなものが。ルーンだ！ロール主義者たちが持っていたものです。あいつらがこれを見て、あのゼアがどうこう言っていたような。このルーンを、覗いてみました？私たちには何も見えませんでした。でも、ソフィーさんなら見えるはずです。兄さんの手がかりが。こんなのあり？行き当たりばったりなのに、ちょっかり運命を引き寄せてぐいぐい前に進んでいく。これはあの子の力なの？それともパラミティアシステムの意志なのか？ルーンよ、私を導いて。ここはアノゼア共和国。人の生き方を縛るロール主義者と私たち自由主義者の対立は続いている。もうすぐ共和国の選挙だ。自由主義者のリーダーとして立候補した兄さんの演説はうまくいった。もっともっと語りかけてみんなの気持ちをつかめばきっと選挙に勝てると思う。でも忌々しい自由主義者め、ロール主義を侮辱し甘い言葉で人々をたぶらかすとは全くけしからん。あのゼアを正しい道に戻すためにも我らロール主義が勝たなければ。その通りだ。どんな手を使っても選挙に勝つのだ。兄さんは自由主義者の希望。ロール主義者はきっと兄さんの命を狙う。私が守らなきゃ。